開成東大弁護士、年収取れちゃうよって、年収が上がりそうな資格だ。あ、全部英語で言う感じですね全部英語に書いて発想する感じ、いいっすね1位になったこの職業、誰にもできないっていう、すごい深八くん。東大は始まりました、もちチャンネル。さあ、今回はですね、すごい久しぶりに。久しぶりっすね。はい、四角スクエアの紀藤さんにおいでいただきました。はい、ご無沙汰しております。ね、もう2年ぐらい前ですもんね。そうっすね、いつでしたっけ？いつだったか、もう覚えてないぐらい。開成東大弁護士。はい、ね、ありがとうございます。すごい肩書きを引っ提げて。もうだいぶ前の話になっちゃいました。今回なんですけども、今回は、はい、なんと、年収もらえちゃうよっていう資格を教えてくれるということで。そうですね、はい、まあ、社会人がちょっと嬉しくなるんじゃないかという年収が上がりそうな資格ランキングと、賃金構造統計というのがありましてですね、はいはいはい、2019年のやつを元に作っています。ちなみに今社会人の平均年収というのが、まあ、ちょっと調べた感じだと大体400万ぐらいなんですよね。400万ちょっとぐらい。はい、細井先生の日給ぐらいってことですねそうです、はい、細井先生の日給ぐらいしかやっぱ平均年収ってないんだよというのがですね普通なんだという状況の中、年収が上がりそうな資格だとどれぐらいになるのかということで、10位から説明をしたいと思います、うん、はい、早速第10位です、はい、歯科医師。ああ、はい、デンテスト、はい、あ、いいっすね。あ、全部英語で言う感じですね最高ですね。まあ歯医者さんね、まあ、いろんなと高い機器とかも使いますけど高いじゃないですか、はいはい、まあ、ちょっと歯磨くだけでもね何千円かかりますみたいなね、うん、歯科医師はまあ570万ということで、高いっすね。高いっすね。僕も矯正ずっとしてるんですけど、はい、永久に終わらない矯正月額課金型の矯正ですね。矯正に矯正課金そして第9位、もう、はいはい、獣医師。あ、ベトナリアン、ね、9位なのに10位なんですね9位なのに10位なんですよおじさんじゃないですか572万円です。あ、まあ、獣医師もやっぱりね、ペット飼ってる方って、まあ、それなりに所得層多い方多いですから、うん、まあ、結構お金かかるね、ペット病院とか連れてる人、はいはいはい、まあ、なんで、まあ、獣医師の方の年収も高くなっているのかなと。そして8位7位あたりですね、私もちょっと馴染みが薄いんですけども、はい、8位がですね、葉っぱ技師と。え、リーブの葉っぱですかってなりますよね、まあ、出発のパツに破ると書いて葉っぱですね。あ、ブラスティングオペレーターですね。そうですねブラスト、爆発する、ブラストする。多分これトンネルとかがメインなんじゃない、地下鉄とかそういうのじゃないかと思うんですけど、地面に穴とか開けるタイミングあるじゃないですか、うん、まあ、そんなないですけどね、はい、そういうその、まあ、公共工事みたいなものってあるじゃないですか、うん、まあ、そういう技を持ってる方ってことだと思うんですけ ど、まあ、葉っぱ技師は617万ということで、まあ、危険伴いますからね。なるほど、そうかそうか。そして7位、はい、これもですね、技術士というですね、技術士、幅が広いですね667万、まあ、結構高いんですよね。なるほど。これもですね、本当にこう幅広く、まあ、いろんなこう技術に関するコンサルティングやってるみたいなことをですね、うんうん、調べたらすごい書いてあるんですけど、はいはい、まあ、なんか建築の場面で関わったりするみたいなね、うんうん、ことが多いみたいなんですけど、まあ、かなり幅広いみたいですね。なるほど。いや、プロフェッショナルエンジニア、はい、なるほど、そうなのか。テクニシャンってやっぱ言いたくなっちゃうんですけど、技術士って。なるほど。でもテクニシャンって言うと、まあ、テックとかだとよく電球つかないよって、うん、テクニシャン呼んでこいっつって、うん、なるほど、そういう人なんで、そういう人が高級取りとは思えないので、ああ、なるほどね。もうちょっと専門性高いんでしょうね、おそらくは。森哲さんのそのやっぱ全部英語に変えて発想する感じ、いいっすね新鮮っすねものすごいなんか脳細胞が活性化する感じが活性化される、はい、そして第6位、はい、公認会計士税理士。ああ、はいはい、これまあポピュラーかなと思いますけど、そうですね、684万円ということですね、はい、公認会計士の資格取るとですね、まあ、税務やると税理士も取れたりするんで、はい、まあ、税理士というのがまあ同じカテゴリーに入ってるんですけど、よく、まあ、日本では CPA とかってね、あ、そうですね、Certified Public Accountant ですか。700万弱ですけど、まあ、実際にはもっと稼いでる方もたくさんいるんじゃないかなと。そうですね、はい、いると思いますね。僕の知ってる公認会計士の方もやっぱりだいぶ、ね、お金について詳しいですね、やっぱりね。あ、なるほどね。こうやればいいみたいなのを知ってたりするので、知識がある人が得をする。あ、まあそれはそうっすね。やっぱどんな分野でもそうなりますよね、はい、目指してみればお金に汚いあなたそう言われると目指す気がせると思いますけど、でもね、まあいい職業だと思うんで、ぜひですね、はい、そして第5位、一級建築士と。おお、一級建築士、はい、703万円ということですね、はい。まあ、建築士って1級と2級とあって、はいはいはい、まあ、普通の家、普通の一軒家とかだと2級の建築士の方でもですね、全然設計できちゃうんですけど、ね、結構大きくなると1級建築士じゃないといけないみたいな、そういうなんか区分けみたいなのが、First Class Architect で
ですね。そうですね、ファーストクラスのアーキテクトですよ、はい、カタカナで言うと年収は年収ですけれども、やっぱその仕事が後世に残るっていう、しかもすごい目に見える形で残るっていうのは、まあ素晴らしい仕事なんじゃないかなと思いますね。確かにそうですね。そしていよいよちょっと煮詰まってきましたよ、はい、4位、うん、弁護士。あ、紀藤さんも取られた、はい、来ました。729万円。はい、私が弁護士だった時代も相当前ですけども、はい、729万円なんだなっていう感じですね、平均すると、うんうんうん、まあ、実際にはもっと全然高い方がほとんどだろうなと思うんですけど、例えばママさんとか、これ会計士とかも同じなんですけど、はいはい、ママさんとかで本当にもう時短で1日3時間4時間しか働いてないみたいな方も、まあ、結構いるはずなんで、まあ、そういう方も平均するとこうなるのかなっていう感じですかね。ロイヤーもいっぱいありますからね、いろんなロイヤーがいますからね。そうですね、アトーニーっていうのがアメリカではよく使われますね。あ、そうですよね、はい、バリスターとかソリスターとかっていうのがイギリスでは使われますので、はい、さあ編集する人出せるかな、まあ、アメリカだとね、法廷弁護士、カウンセラーとかね、いろいろすごいですね、詳しいですね。いろんな法廷もののドラマ結構好きで見てました。あ、スーツだね。はいはいはい、ドナ、はい、お、アシスタントのね、はいはい、あの気の回り方、うんうんうん、ハービーが好きなのに直接言えないみたいな。お、ちょっとドラマ知らないから申し訳ないです。そうですねどなたって思ってますよね、はい、常になってますねそしてもういよいよ第3位、はい、不動産鑑定士。ああ、はいはいはい、755万円。リアルエステートアプレイザーですね。ああ、すごいですね、全部知ってるのすごいですね。だから例えば、まあ、賃料から見てこれぐらいの値段なんじゃないかとか、うんうん、まあ、周辺の相場から見て、うんうん、まあ、これぐらいの相場なんじゃないかみたいなことをこう多面的に検討して、まあ、大体この不動産ってこれぐらいの価格ですよみたいなことをまあ鑑定するわけですよね。特にこれ相続とか、はいはい、まあ、あるいは相続税対策の時とかね、まあ、そういう時に結構使われたりするんですけど、不動産鑑定って、うんうん、もう3位まで来ました。2位1位なんだと思います皆さん。あ、まだあれ出てないですからね。あれが出てないです、はい、2位、お医者さんですね。ああ、やっぱり、はい、まあ、これは誰もが思いつくかなと思うんですけど、はい、圧倒的に上がりますね。1169万円。はあ、平均ですよこれ。すごいですね、これは。すごいっすね、やっぱお医者さんは1169万円ということで、例えばこのチャンネル見てらっしゃる方は大学受験の方も結構いらっしゃると思うんですけども、はい、まあ、医学部にね行くと、まあ、医師国家試験卒業できれば医師国家試験の合格率かなり高いですから、まあ、医学部に入るのは難しいですけれども、その難しかった試験の先にはですね、こういうもう1170万円ぐらいですよが待ってるということ。でもこのお医者さんを差し置いて、はい、なんと1位になった、はい、この職業、パイロットです。あー、なるほど、パイロットすごいっすよね。僕もね、大学生ぐらいの時まではですね、パイロットがこんなに高級取りなんて全然知らなくて。そうだったんですね、はい、もう友達がですね、JAL のパイロットに受かったみたいなのがあって、はい、同級生がですね、はい、うーんって思ってたんですよ、はい、なんか飛行機好きなんだみたいな感じで思ってたんですけど、はい、って1694万円です昔のアメリカ人の彼女のお父さんがパイロットだったんですよ。おお、そうなんですか、まあ、確かに車4台ありましたでもまあ、なんていうんですかね、命かかってますからね。もちろんお医者さんも命扱ってますけども、自分の命をかけてるかでいうと、やっぱパイロットの方が自分の命かけてますから、お客様の、ね、命も預かってるって意味では非常に重責なんで、まあ、そういう2つのリスクを負ってるわけですから、まあ確かに高くてもね、納得なのかなと。いや、やっぱりでも誰にもできないっていうのはやっぱすごい付加価値ですよね。そうですね、やっぱここにも需要と供給のバランスみたいなのがあるわけですね。あ、おっしゃる通りです、おっしゃる通りです。素晴らしいです、いいこと言いますね、はい、やっぱり見えざる手が働くわけですよ。お、神の見えざる手はい、まあ、今勉強してらっしゃる方もね、非常に多いと思いますけれども、まあ、自分にどんな付加価値をつけてオンリーワンになっていくかと、まあ、そんな観点で、まあ、勉強してほしいなというふうに思います。なるほど、ということで今回はですね、紀藤さんにですね、この年収が上がるランキングベスト10聞きましたんで、そんな紀藤さんが出ているチャンネルが、そうです、私が出ているチャンネル、四角スクエアチャンネルというチャンネルでして、あ、年収チャンネルじゃない、年収チャンネルじゃないんですよあの水着の女の子隣にいないですよ残念ながらね、はい、ぜひですね見ていただければというふうに思います。はい、はい、これは紀藤さんにおいでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。